はいどうも、声取れてるかな。どうも、はい、待って、挨拶いいわ。どうも、マキエでございます。はい、今回はね、なんだっけ、アル君、アルダハブアルカティアをね、使っていく動画なんですけれども、本番前にちょっと腕話しようかなーって思って、まあ、数戦潜ってたらなんかね、意外といい立ち回りをしたさ、なんか試合が取れたんで、このリプレイをちょっと解説しながらちょっとやっていこうと思います。まあ、ちゃんとね、そのリプレイだけじゃなくて、ちゃんとプレイしてる最中に撮ってる動画もこの後上がると思うんでよろしくお願いします。とりあえずまあ行っていきましょう。味方がリリカと、キート君で、相手が芥川ノクとアル君と、さあやっていきましょう。ステージアップル工事現場。違う。で、ビル工場現場ですね。はい、よろしくお願いします。開幕はまあ、キリト君に触ってもらって、相手はアル君に触ってもらった感じですね。はい。もう先に行っちゃってるけどね、もう。で、まあ、ちょっと溜めてね、前に行く準備していこうということで、溜めてね。で、そろそろまあ、時間が空くんで、これ、時間はなんか、時間抜けてる。あ、これでいいかな。これで解説しよう。カードちょっと見にくいからやめとくわ。はい、で、ここでまあ、先にね、これ先に触った方が負けになるから、ちょっとね、こうどっちが誰が触るってずっとためらってる。で、ここでもしかしたらノクト一回見ずになんかしたら変なことするんじゃないかって思ったら、そしたらリリーが狙ってたんで、可能で打ち上げてから、シャドウで追撃入れようかなと思ったけど、めちゃめちゃ飛んでたから、そのままできなかったっていう。で、まあちょっとリリカがまあやれそうだったんで、ね、ちょっとこのまま任せてもらって、で、俺はちょっと前の方に行きたいなーってところで、前に行きます。で、ちょっとね、一回奥の方詰めたら、芥川こっちに来るから楽になるんじゃないかなと思って、一回こっちに来ました。で、まあ釣れるんですけど、芥川はね、もう、痛いの、もう弱点1と。だからもうここで、リアルね、あ、カードを交換ですよ。僕の方はこんな感じで、はい。シャドウ可能ね、URA が、リアルです。そうなんで行きましょう。で、ここで入れて、落ちない。で、ここで、DA、俺も入れて、ここね、生き残れると思ってなかったんで入れて、あ、そう、ここも、ちゃんと相手がなんか切ってくるなって見て、ちょっと離れましたね。はい。で、カノーネがぶち込んで、なんかめちゃめちゃ突っ込んでるんで、ここでカノーネもちょっと危ないんで、下がりつつも、まあ、ノット帰ってくるんで、多分ブレドルかなんかだったかなと思って、普通に帰りました。はい、で、ちょっと、なんだっけ、HS も貯めてないんで、ちょっと裏ウールちょっとしながら、まあ、ここは今多分相手も貯めてる途中なんでね、ちょっと今休憩タイムなんでね、ふわふわしてます。で、まあ、アル君とかも集めてきたんで、またちょっと行こうかなってところで、これでまたね、ノクトがまた入ってくるんじゃないかって、入ってきて、で、ここね、はい、はい、ノクト、タコ殴りです。はい。で、ここで、もう2人がまとまってるんで、HS 耐えちゃおうと思って、これで当てました。そうするとね、これ、中心だったんかな多分。結構ね、入るんですよ、結構。はい、ほう、もし、あ、そう。あ、今、打つではよかった。今ね、その、ダメが入ってたから、可能で打ち上げたんだよね。で、それで、僕の毒で死ぬっていう、めちゃめちゃ高等テクニックっていうか、めちゃめちゃ楽しかったね。いや、ここ、喋った、あ、ここギリギリジャンプで、ほんと、ここ冷や汗かいてるの。今の、失敗してたら、ほんと、先般だったから、ほんとに、危ねーって、だからちょっと、よかったわ、ほんと、成功して。で、俺なんかね、ほんとにいいの、プレイが。でね、ここで今、まあ、やりつつも、これでカノン入って、で、ここでノクトがエージャス入って、ヒートとりあえず落ちて、で、リリカも落ちて、やばいなーって状況なんですけど、まだ落ちてない。落ちていいけど。ここで死んのかな、はい、死んじゃって、で、僕は当たってたんですけど、ブレドラ耐えて、とりあえず。で、後ろに歩きっていうのが、ここ気づいてなくて、で、このままずっしり耐久してたんだよね。で、まあ、グラナート予定って、で、まあ、行ったんですけど、キリトがね、もうここ帰ってきてんだよね。で、あ、そうだ。リリカがイデア入ってくると、結構チャージしてくれたから、ここキリト君に間に合って、で、なんか勝っていって、アピールすると。はい、グアビチューです、こんにちは。ということで、まあ、1試合目はね、こんな感じで勝っていきましたと。まあ、その次の試合も勝ってるんだけどね。いやね、これ本当にね、これ、普通に、撮りながらやってる時にこういういい試合やりたかったね、本当に。まあ、とりあえず2試合目行きましょう。リプレイなんで、どっちも。まあ、パッパと行きます。この後、まあ、すぐにもう、多分もう、ちゃんと撮りながらやってて、なおかつ上手いプレイしてる方に、上手いプレイしてる方をちゃんと撮るんで、まあ、こっちもいいけどね。でも、やっぱりちゃんとやりながらね、リプレイじゃなくてちゃんとやりながらやってる方が一番リアル味あるじゃん。それがコンパスだから、そこは妥協しないからちゃんと。そこだけは。編集はしずに、このまま喋ってるだけが一番楽だから喋るけどね。うん、まあ、やっていきましょう。2試合目。味方がニズヘイ、リヴァイで、相手がソン・デビル・デルミン、デビル・ミントってフルネームで言うとしちゃった。
で、なんだっけな、そう、これでまあとりあえず詰めてって、あ、そう、それ先に言っとくと、これノーデスです、2試合とも。で、ここ転がしてくれたんで、ここでシャドウ入って、キャンセルしてもあるとやれるかなって、まあ、デルミーを見つつ、まあ、これでなんか誰か触ってくれたらなって、で、ソーン君が可能で入って、ソーン君が完全に抜けて、僕が入っていくとダメかがね、もうそんなダメか入ったらダメだよ、ソーン君。もう狙いどころだよって。でもさ、相手にとってさ、2勢痛すぎないってすごい。もうさ、アル君とかさ、もう、ソーン君とかさ、2勢のビームゲロ痛いでしょ、絶対これ。どう対処しろっていう感じで、もう、相手がきつくてちょっとダメだなって、もう本当に、もう常々思ってたわ、この試合中、思ってなかったけど、うん、ひどくね。まあ、とりあえず、まあ、今はちょっとね、相手も詰められないし、まあ、地位が安定してるんでね、ちょっと今 HS 溜めてるかなーって、で、ここでまあ誘いこうかなってことで一回大回りしてからこっちに行くと、で、アル君が対面なんですけど、これアル君ね、もうそのままね、タッチしちゃう、あっで、ゆららきってくれたんで、カードで追い打ちかけて確実に殺していくと、で、まあ連撃するんだけど、まあそれはデルデンに今ダメが打ち取られて、で、カノーネもあるかなーって思ったんだけど、ここカノーネ入ってこなかったからカノーネないのかなーって思って、今見るけど、どうなったカノーネある、で、カノーネある、ねえねえ、お母さん、あ、まあ、あ、で、ここ、あの、デルミン HS 入ったから、リヴァイいるし、まあ、任せていいかなってことで、ここ前提、ゆらな、で、そこで僕は滑りカローで打ち込んでいくよ、と。なんかね、なんか、あれ？うまくね？って、なんか、昨日、ね、寝る直前のプレイ何だったんだろうって、本当にすごい不思議に思った。で、まあ、ソーン君にリヴァイがソーン君に詰められてたんで、まあ、HS じゃなくて、なんだっけ、シャドウを吐いて、応戦していくと。でも HS 測れて、まあ、どんどんやばいんで、まあ、こっち僕はもう諦めた感じですね、ここ。諦めて、まあ、C 守りつつ、まあ、リヴァイも来るかもしれないから、まあ、って思ったけど、リヴァイは、あれは無理そうだってなって、もう見捨てました。で、ここなんだけど、見づらいけどね、これね、デルミンが、あ、まあ、あ、まだだったわ。デルミンが、まあ、とりあえず、こっちに来てるから、まあ、ここで可動で、バーンって。ここね、シャドウのタレ？シャドウ、タレだけ出してて、あのダメかまっちゃったんだけど、普通に入ってくれたんだけど全然当たんないっていうねすごい悲しかったもんと。で、ここでもなんかここね、回避力すごいな、ここなんかちゃんとグラナート避けて、でシャドウを入れて、まあ、そう、毒入ったんで、これ、あ、これも体力、あ、死ぬなって思って、もうここ返してみた、はい、さよならで、まあこのままも安定かなって。で、デルミンがもう残り耳だったから、まあ、可能ね、お願い可能ね入って、よしって思ったけど当たんなかったし、で、ここでアル君が一応体重それに合わせて終身だからやっていくんだけど、ここでリヴァイがなんか普通に、あれリヴァイ死んだと同じ、あれ、あ、はい、ということで、まあ時間あるんですけど、ここでちょっとアピールする、アピールするとか悪いかもしれない、てかキャラによるけどさ、このヒーローはマジでやばいわ、うん、はい、ということで2試合目もベストプレイヤーではないものを勝っていくと、まあ、こんな感じでリプレイの動画終わるかな、まあ、次はね、ちゃんと次ってかもうこの次にもうすぐ撮るんでね、よろしくお願いします。それじゃあご視聴ありがとうございました、またねー、やっ